ゲッツ・フリードリヒゲッツ・フリードリヒ2000年12月12日、ベルリンはドイツの演出家、劇場の芸術監督である。ゲッツ・フリードリヒはベルリンのコーミッシェ・オーパーにおいて、バルタンフェルゼンシュタインの下で当初弟子として、後に同僚として演出の仕事に携わった。1960年代からフリードリヒはブレーメンといった西側の都市で演出を行っており、 1972年には、バイロイト音楽祭の演出も手掛けている。1972年11月、フリードリヒは、ストックホルムでの客演の際に、ドイツ民主共和国から亡命。その後、ハンブルク州立歌劇場やロンドンのコベントガーデン、歌劇場において演出家として活動した。1981年から2000年まで、ベルリンドイツオペラにおいて、 総監督及び主席演出家を務めた。さらに、ハンブルク州立歌劇場の主席演出家、ベルリンのテアターデスベステンスの総監督、ロンドンのロイヤルオペラハウス、1993年からは、スウェーデン王立歌劇場の第一客演演出家となる。1986年、ニューヨークにザ・アメリカン・ベルリン・オペラ・ファンデーションを設立した。1973年から、 アウグスト・エファー・ディングと共に、ハンブルク大学と提携して、ハンブルク音楽演劇大学に音楽劇演出コースを設け、教授として教鞭を取った。フリードリッヒは、多くの著名な美術家と共同で制作に当たった。その中には、トニ・ブジンガー、ルドルフ・ハインリッヒ、ラインハルト・チンマーマン、エルンスト・フックス、カール・エルンスト・ヘルマン、ビルフリート・ミンクス、ジョセフ・スボボだ。 ギュンター・シュナイダー・ジームセン、ユルゲン・ローゼ、ギュンター・ユッカー、アンドレアス・ラインハルト、ヘルベルト・ベルニッケ、エイリー・ヒボンダー、ペット・ハルメン、ペーター・シコラ、ハンス・シャフェア・ノフホ、ゴット・フリート・ピルツなどがいる。最初の妻は、舞台女優・ルート、マリア・クビチェクで、間に、息子・アレグザンダーがいる。次に結婚した相手は、ダンサーのジーク・ヒルト・パールで、彼女と共に、 ストックホルムで東ドイツから亡命した。三度目の妻は、ソプラノ歌手カラン・アームストロングで、間に、息子ヨハネスが生まれている。フリードリヒの墓、フリードリヒの墓は、チェーレンドルフ森林墓地にあり、2010年11月から、ベルリン名予墓に葬られている。ベルリンドイツオペラ横、シャルロッテンブルクの、ゲッツ・フリードリヒ広場1998年に、 若手のオペラ演出家を対象とした、ゲッツ・フリードリヒ賞が創設された。賞金額は5000ユーロで、ゲッツ・フリードリヒ財団を通じて授与されている。2008年6月14日、ベルリンドイツオペラに隣接する広場が、彼の名前を取って、ゲッツ・フリードリヒ広場と名付けられた。エアンセナ・ドーレナ・ウンとエアンセナ・トレンデア、ウナバーサターット・ハンバーグ。ありがとうございます。